音楽を見るラジオ JP.JP。 よっしゃー、どんどん始まったよ。どんどん、さあオープニング8分ぐらいですよ。始めましたよ。そういうこと。今日はちょっと後ろ見てくださいよ。これと、まあ、ねえ、のびのびと絵を描きましたね、これ全然自慢に値しない絵ですけども、あのラジオを聴きの皆さん、ぜひ JP.JP、ね、もしくは音楽を見るラジオで検索してウェブテレビでご覧ください。見てください。2人のお絵描きが見れます。はい、何を描いたか一応言うときましょうか。はい、 JP はですね、ハイビスカスとアロエ。ハイビスカスとアロエを。なるほどね。キホは、キホはジョップくんと JP さんとキホです。で、JP さん今日パームをね、確かに今日当ててきたんですよ。当てましたね。そう、したらね、JP さんの絵、キホちゃんが描いた JP さんの絵は、オーヤンフィーフィーさんになってるんですね。しかも JP さんちょっと顎割れてるんですよ。ちょっともう、本当だ。オーヤンフィーフィー、違う、木の実奈々さんやね。そうやね、木の実奈々さんやね。でもジョップくんも完全に犬やしな。犬っていうか、なんやろな。キリン、キリンではない、キリンではないよね、うん、え、この辺キリンじゃないですか。トナカイな。だってもう、ツモちゃんもツモの形。え、ほんとだ。で、今日はキホちゃんと私はヘアメイクを今回の収録で頑張ろうということで、うん、JP さんが、私はもうお金に頼ってパーマを当てたんですが、キホ、はい、ちゃんのメイクと髪の毛を JP がしてきました。かわいい、頑張ってました。かわいい、これぜひね、ウェブテレビで見てください。ね、でもね、前髪パッツンでこうサラサラヘアを下ろしてるキホちゃんが見ますよ。今日はちょっとですね、超イメチェンしました。アップヘアで。もう今日はこっちはカット取りましょうよ。ちょっと待って、JP も映せよ。 JP も、 JP さんは今影しか映せないのに。 JP も映せよ。こら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 。さあ、というわけでね、ゴールデンウィーク明けですけども、我々は、うんうん、これ聞いてる皆さんも夏に突入してるんでしょうけども、うんうん、もう暑いですな、すでに暑い。昨日ぐらいだから、うんうん、ところでさ、私最近思ってるけどさ、うん、今日初めてこの番組を聞いた人への私たちの自己紹介っていつもないよね、うん、もういいじゃん。もういい。それでいつもラジオをさ、さっき車の中で聞いたらさ、うん、誰が喋ってんのお前。誰やねん。あ、じゃあその後ろ、せっかく絵あるからそれでちょっと紹介していきましょうよ。はい、ですね、まずこの男性の声というか、ちょっと甲高い声、甲高い加工されている声はですね、ジョップくんと呼ばれます。イエーイ。ジョップくんはですね、まあまあいろんな声やってるんです。まあそれはもう、あ、ジョップくんそこにおるやけ、よく見た。あ、ジョップくん、あ、これだからだから、キリンのジョップくんです。ジョップくんはね、ジョップくん専用マイクで今日は喋ってますけどね。はい、ほんとだ。これはジョップくんだけのマイクですね。そしてですね、モデル兼アーティストの長谷川紀穂ちゃん、イエーイ。そしてですね、私はオリーブブランチというバンドで、いや、紀穂ちゃん喋らないよね。結局分からへんみたいな。紀穂ちゃん喋って、喋って。もうウェブの人しか分かりません。紀穂ちゃんの好きな食べ物言ってるじゃん。好きな食べ物はタケノコです。タケノコ好きな子がキヨちゃんと覚えていただけたらね。はい、うん、で JP ね、はい、JP ですよ。 JP さんもえらいイメチェンで、イメチェンしました。夏モードに、夏モード、また海岸でね、焼けてこれね、ジグロやけどね。何言ってんやろ、パック。どこも行ってないんだけど焼けてらっしゃるってことですね。確かに。あれ多分次の収録の時はもっと黒くなる。黒くなる。ちょっとホワイトバランス変えなかったもんな。やな、撮影のな。いや、暑いですけども、うん、もうゴールデンウィークなんかした？ゴールデンウィークね、新江ノ島水族館に。本当ジャンプ君って水族館好きよな。水族館大好きで、ここぞとばかり行ってきて、うん、ちょうどさ、暑かったやろか、うんうん、でいい感じにこうね、水族を演してきましたよ。あ、そう、楽しかった。あのね、新江ノ水だけの、うん、新江ノ水限定のガチャガチャっていうのがあって、うん、その、まあ、水族館におるあの魚たち以外にもあんねんけど、フィギュアがあって、うんうん、それをもう、おっしゃい、そんな欲しい？池穂ちゃん、そんないらないです。いらない。分かってないな。ものすごいあれなんだよ。だってそういうからじゃないんだよ、それは。うん、でも別に欲しくないもんな。家にそんなな、はい、確かにその、こう、あれなんだよ、もうゴールデンウィークがちびっこ置かれね、うんうん、ちびっこ、ちびっこ、ちびっこ、俺、みたいな。よ
コースで、で前の方のお母さんがもうこんなのいらないじゃないって言ってたのに、なんでこんなの選ぶんだよみたいな。分かってへんなと、俺とその子はアイコンタクトが分かってないなって言いましたけどね。うん、でもそれで当たったんがものすごい気持ち悪いイカでしたけどね。ほらな、いらんやん。いらんかったですけど、ガチャガチャって大体いらんねん。そうやな、やりたくないやん。その時だけやんな。いやいや、そんなんしながら、うんうん、今結構満喫しましたよ、僕は。なるほどね、うん、キヨちゃんはゴールデンウィークは？私釣り行きました、また。釣り、あれ何釣ってきたん？ブラックバス。釣れた？釣れました。あ、そう。